はい、ナサディです。よろしくお願いします。減量生活6日目になりました。開始の体重が 85.4 キロ、そして昨日が 83.2 キロで、200グラム全然実よりも増えていたわけですね。さあ今日の体重はどうなりましたかというと、こちらの動画ご覧ください。はい、そうなんです。今日も 100g 太ってしまいました。残念。要因としてはやっぱり便通があまり良くないんですよね。いつもの通り、カロリーの上限2100キロカロリーは守ってますので、カロリー的にはいい感じで、内部的には脂肪が落ちてるんではなかろうかと思っております。はい、そして今後の展開として、脂肪をさらに削ぎ落とすために、150グラムずつ小分けして冷凍庫に入れて使うという感じですね。で、今日のお昼は4分チンして、ブロッコリーが 30g、 アスパラガスが 20g、 さつまいもが 100g、 炭水化物ですね。そしてゆで卵1つをお昼ご飯としました。以上、ビログでした。よろしければいいね、また明日もお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。それでは失礼します。ナサディでした。バイバイ。